けますクッキング。今日やる料理は久々に、はい、スパゲッティパスタね、なんですけど、今日は何やるかって言ったら、麻婆パスタっていうのを考えてきました。なんでそれをやります。はい、調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきますね。はい、パスタね、これはまあだから1人前だから、これそうだね、これは 100g だね、使いますね。でそれから、ひき肉を 200g、 それから、ネギ適量ね。はい、こんだけです。よっしゃね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、はい、まず油大さじ1杯、はい、ここに、はい、まずひき肉じゃん入れちゃいます。はい、よー、はい、そしたらね、はい、まずね、ここに、はい、ニンニク小さじ1杯、はい、生姜小さじ1杯、はい、パン入れて、はい、でこれでね、香り出していきますね、まずね、はい、はい、ニンニクとね、生姜のね、いい香りですね、はい、はい、こんな感じで、ニンニクにある程度火が通ってきたところで、はい、ここでね、はい、豆板醤大さじ1杯、はい、パン入れて、はい、それに今度ね、甜麺醤だね、大さじ1杯入れて、はい、ここでね、甜麺醤と、豆板醤の、ね、香りを十分に引き出していきますね。ここでしっかり炒めることがポイントですよ。はい、ここでね、しっかり炒めて、この油がね、もう透明になるくらいで炒めて、しっかり香りと辛さを引き出しましたね。はい、そしたらここに、お水を、200cc、はい、ピヨンを入れます。はい、よし、はい、そしたらね、ここにね、はい、ここに、はい、日本酒だね、日本酒大さじ1杯ね、はい、それにお醤油ですね、お醤油大さじ1杯、はい、お砂糖だね、お砂糖も大さじ1杯、はい、こんな感じで。さあ、そしたらね、こっちの方にお湯を沸かしておいたんで、これたっぷりのお湯で大体2リッターぐらい入ってますね。そしたらこれ小さじ、まあ、大体2杯ぐらいね、パンポンと入れて、ちょっとしょっぱいぐらいの塩水ですね。よいしょ。はい、それに、はい、パスタね、100g、はい、5分茹でのところなんで、まあ、これをこうパン入れて、よいしょ。はい、じゃあ、ちょっとね、早めに茹で上げるんで、大体5分茹でなんですけど、これで4分間、煮ます。はい、今ね、ちょうどね、4分経ったんですけど、ちょっと見てみて。あ、ちょっとだいぶ硬いですね。じゃあ、やっぱり標準通りいきますかね、この場合は。ちょっとじゃあ、あと1分間追加します。はい、ちょうどね、標準通り5分間茹でましたね。あ、ちょうどいい感じですね。よし、はい。そしたら、これを引き上げて、はい、先ほどね、作っといたタレの中に入れます。そしたらね、入ったら再加熱させて、よいしょ。よし、こんな感じでいい感じですね。よし。さあ、そしたら、再沸騰させる際に、パスタと一緒にこの片栗粉でとろみをつけていきます。よし。もうね、とろみでね、パスタがね、ドロッと絡みますよ。はい、そしたらとろみがついたら、最後最後ね、大量のネギ投入。よし、さあ、これで一煮立ちさせたら、はい、はい、絡まって一煮立ちさせたら、はい、最後ごま油ね、小さじ1杯ぐらい一回しして、お酢ね、お酢もほんの少し、小さじ半分ぐらい、はい、入れて、はい、こんな感じで、はい、完成しました。よいしょ。はい、そしたらね、はい、できたてのパスタちゃんをお皿に盛り付けて、はい、こんな感じで、はい、お皿に盛り付けたら、はい、最後最後ね、飾りでちょっとパンのネギがあったら、ちょっとチラチラチラって飾り付けて、
はい、完成しました。今日の簡単料理ね、はい、麻婆パスタの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よしやね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、今日の感じはね、よいしょと、こんな感じですよ。美味しそうに取れてますかね。こんな感じです。はい、こんな感じで、こいつを食べる前に今日もこのチューハイタイム、皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう毎日楽しい。へい、今日の感じはこんな感じ。へい、こんな感じだよ。美味しそうに撮れてますかね。へい、こんな感じで、じゃあこれをちょっと食べてみたいと思います。よいしょと。うわー、もうめっちゃめちゃ絡まってる。もう絡まり具合が順調じゃないよ、これは。よし、よいしょ。こんな感じ、めっちゃ絡まってる。じゃあいただきます。めちゃめちゃ美味しい。もうこれはもうね、なんていうんですかね、このあれだね、普通のボルネゼンとかとは違って、こうあんかけにもなってるせいか、見てわかるかな、これこのね、絡まり具合がね、もう本当に半端ないんですよ。このものすごい濃く絡まってくる感じですよね。このなんていうかな、ソース焼きそばみたいな色になって、めちゃめちゃ絡まってんですよ。なんですけど、これは味はこの中華風のアジアンテイストの味なんで、このなんていうの、普通のこの洋風のパスタの味とはまたちょっと違って、なんだよ、こうニンニク、生姜ね、でネギっていう、このシンプルな構図なんですけど、このしっかりこの麻婆味、めちゃめちゃ美味しいです。で、これあのなんていうのかな、なんでこれ作ってみようかなと思ったんですけど、あの麻婆春雨ってありますよね。だけどあれってなんかご飯のおかずにはなってるんだけど、それだけではちょっとあれだし、なんかあれですね、なんでこういう、パスタにこうないのかなと思って、まあどっかで誰が作ってるかもしれないですけど、まあ想像でね、なんか麻婆の味をパスタにしたら美味しいんじゃないかなと思って今やってみたんですけど、これね、予想以上に絡まってめちゃめちゃ美味しいです。で、これはね、本当にね、いただきます。これは本当にめちゃめちゃ美味しいな。味が濃くて、これはね、ちょっとあのなんていうのかな、あれとは洋風の味じゃないんで、あの新しいと思いますよ。ちょっとこれは本当自分でも作ってみて、これは大成功だね。なかなか新しいパスタのあのアプローチの仕方じゃないかなと思います。なってなことで、気になった方はやってみてください。で、まあもちろんね、これこの味なんで、もっと本格的にしたかったら、こうファオジャンね、もうこう中国山椒なんかパーンって入れたら、もっとアジアな感じになりますけどね。まあそういうことで、今日のこの麻婆パスタ大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。